やっ。囚われの兄エースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、独特の身の能力者である所長マゼランに乾杯を喫す。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボンクレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると、共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。お前ここに捕まってたのかクロコダイル。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。ゴムゴムのよかった。スーさん、俺行くよ海軍本部。今朝10時前、処刑は午後3時。この時刻には必ず執行される。3時までに殺されることはねえんだな。ただまだチャンスはある。来たぞ。ひるむな、応戦しろ。ゴムゴムのナイフル。七部会が2人だと。どうにか数で持ちこたえろ。変わらず甘えことを言いやがる。王女に興味はねえ。アラバスタは用済みだ。シャバに出たところで面白みはない。カイロヒゲと海軍は戦争を始めんだ。あのジジイの首を取るまたとねえチャンスってわけだ。カラリオ
ナスジベルナ反対パニックガブルの起こさせるのよ。貴様らに出口などない。どけ。やあ
されては副所長は務まらぬわ。よっか、はい、はい、よっけ、ゴムゴムのダイブ！
ズ、クローズ、覚悟しろ。
てもらえばって。シルカ、はよ戦え。よし、ニョッ、触れる。アグーガ、つまらん時間稼ぎ。いいぞ麦わら、攻撃が効いてるかね。こやつがエースさんの弟じゃ。あのマゼランと渡り合うとは。気をつけなさい麦わらボーイ。次に僕を助けたら、もう助からないわよ。そうよ麦ちゃん、麦ちゃんダメよ。マゼランを特に対抗できるのはこの私のローだけだがね。能力の相性ってのは分からねえもんだな。ここはルフィ君に任せて、わしらは軍艦を奪うんじゃ。俺も付き合って、さっさと行くぞ。待て、俺様も協力しようじゃないか。マゼランと戦うよりはマシだぜ。ベノムローゴ、ゴムゴムだ。アイフル、ユッハッ、アグーガ、ゴムゴムだ。アイフル、ユッハッ、ユッハッ、ユッハッ、アグーガ。裏返さん、ゴムゴムだ。まだ繋がっとる。
ンちゃん。おい、聞こえてんのか、ボンちゃん。お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ。一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2、ミスター2、おめえってやつ。ボンボーイ、ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ、ボンちゃん。残す言葉はあるか。本望、オカマ畑でまた会おう。